よし戻った。どうですか？戻ったかな？<laughs> なんか急に画面がひっくり返った。久しぶりこの感じ。はい。ということで、あ戻りました？よかったよかった。のことで、もう一回キャッチフレーズいきます。いきます。福井県といえばカニ恐竜はいヒユカはい。 ありがとうございます。はい、急にね、ちょっと横になっちゃって、すいません。ちょっとね、そう、え、また横になっちゃった。え、なんでだろう。え、なんなのかな。え、なんなんですか。なんかまた横になっちゃった。ちょっと泣きのもう一、もうもう一回。 え皆さんはなってないんですかねあやっぱなってるかちょっともう一回,もう一回泣きのもう一回お大丈夫そうですかよしではうん大丈夫そうやっと普通に話せます <laughs> すいませんよしということでこんにちは <laughs> はいなんとですね私最近ですよ、あのー、あの福井にいるんですけれども福井もね最近もう夏がちょっと終わりかけてると言いますかまあでもね朝と夜は結構涼しくなってきてああだんだん秋に近づいているなと思っていますが今日とかねお昼はやっぱりねまだちょっと暑くて。 そうしっかり晴れで日焼けしちゃうよーって話なんですけれども最近、あのー、755とかプラメ撮ってくださってる方はわかると思うんですけどあのちょっと日焼け対策をしようっていうなんか勝手に思ってて <laughs> 勝手にちょっと日焼け対策しようと思ってなぜそう思ったかって言うとですねなんか結構ねそのライブとか そういうい時結構足がが出る衣装が多いいじゃないですかそうだからあのあっ雅義さんクマありがとうございますそうだからちょっとね先輩方と並ぶと本当にね先輩方白いので私の黒さがめっちゃ目立つわけなんですよそうだからさすがに私はちょっと恥ずかしいとあと衣装もねやっぱり肌が白い方が衣装も映えるし だからちょっと今年は美白ひゆかで行こうかなと、えー、思っておりましてそうだから最近は日焼け止めをもう全身にちゃんと毎朝塗っているんですけれどもちょっとねいまいちねまだあの白くなったかは分かんないんですけどちょっとまだ分かんないごめん先生可愛いありがとうございます岩瀬さんハートありがとうございます悟志さん星ありがとうございます サッタンさん、ありがとうございますそう、ね、まだまだなんかさちょ,ちょっと分かりにくいんですよ。まあ画面越しだと結構白く若干見えるかもしれないんですけどあのこ,うこう見るとなんかん、ね、ちょまだ黒い感じが若干します。<laughs> だからちょっと冬冬頑張ります。うん、冬はもう,もうね。 はい、真っっっ白になってますよきっとだから今からちょっとまたねずっと継続できるように日焼け止め塗り忘れないようにしようと思いますそうだから最近ねそう継続したいなと思って私すぐね結構継続切れちゃうというかあんまりねそう続けられない人なんですよ。ねど,どうすれば続くかなと思って755で皆さん報告ね毎日何,何あ間違えた 日焼け止め塗りましたよって言ったら「うんしよう!」って皆さん言ってくださって「よししよう!」と思って最近しておりますでも土日はねそのあんまり外に出ないのでどう報告しようかなと思ってたんですが今日は意外と外に出たのでここで報告しますしっかり日焼け止め塗りましたそう メイクしてる時って日焼け止めここはどうすればいいんだろうな一応下地が日焼け止め入ってる下地を使ったんだけど効果あるのかな、まあ、きっと普通の下地よりはあるんだろうけど今日はねこの,この服を着てたんですけど結構首元がねもうほんとがっつり開いてるんでここちゃんとね日焼け止め塗ってはいそうです <laughs> でもね意外とねそうなのあのね私曇りとか結構晴れてない日とかめっちゃ油断してたんですよ絶対日焼けしないやん太陽おらんやんとか思ってたんですけど意外と曇りとかあと冬とか雪の時とかでも全然日焼けするらしくだから年中無休です日焼けは。なので私はもう冬でも頑張って。 塗ろうと思います別に焼けてる気しないけどねきっと冬ってね太陽もあんまりないし雪ばっかりだしでも私は油断しません今年こそちょっとね本当に美白になりたいしはいなので頑張ろうと思いますうんそう去年そう本当に去年はひどくて日焼けが去年は体育祭とかうわちょっと体育祭の話あとからしますね そう去年は体育祭で応援団してたのでそうこう見えてねそうちゃんと応援団をしてたんですよ体育祭のねそうだからみんなの前でそう人一倍動いてみんなに振り教えたりとか結構ちゃんと仕事してたのでもう日焼けとか関係ないもうガチガチに関係ある全然関係あるんだけどそう去年はねそう全然なんか気にしてなくて日焼けを しかもねそのコロナがまだ全然流行ってたので練習しながらマスクしてそうマスクは必須アイテムだったんですよそうだからちゃんとしっかりねマスクのここの線とかがそうついてましたねうんそう頑張ってましたよね覚えてるかな私が。 そう振りとかいろいろ考えたりしてとか言ってたうんいやちょうどそうですね今の時期ですね体育祭ねえ懐かしいうんはいそうでも今年はね応援団にも入っておりませんので去年よりは全然ね焼ける機会はないと思うんですけどもまあ油断せず。 私も一般人ですが、頑張ります。はい、<laughs> 頑張るでー。あ、よしさん、なんなんなんでこれ？あれかな？いい,いね。いいねじゃないかな、ゆり？いいねかな？ありがとうございます。いいね。そう、一般人。うん、あの応援団に入ってないです。今年はね。 ね体育祭そう体育祭本当に楽しみいいよね体育祭もうね体育祭はもう楽しかったな中学校時代もでもね本当に一番嫌なのはあのリレー私本当にね走るの遅いんですよはい遅いんですはいだからそうリレーってやっぱり絶対全員走らないといけないじゃないですかもう強制的にクラス対抗リレーだから そうだからリレー毎回怖かったうんぶっちぎりで1位ってもらったら全然いいんだけど接戦とかでこうなんかギリギリで相手も一緒のタイミングできてて一緒にもらう時が一番嫌いですねはいそこを細かく言いますと私の方が若干早く来ていて相手の方がもうちょっともうほんの少ししか変わらないけど私の方がいいよいいよいいよってこ,こんな感じ え何今のあれええな何だろうなんか今バグって気がする聞こえてもえ聞こえてるかななんか壊れた気がしたんですけど ね、なんか一瞬おかしくなったよね。え、今聞こえてるのかな。え、今聞こえてますか。あ、聞こえてる。よかったー。えー。あ、戻だ。よかったな。え、何。<laughs> 何。じゃあ、また続きを話すんですけれども。あの。この接線、この。ここ えねえめっちゃバグるんですけどこれをこれをしてからめっちゃバグる怖いよこれはしない方がいいのこう,こうやってポーズするとねめっちゃバグるんですけどこのポーズのせい <laughs> このポーズのせいですかいすさんバラありがとうございます ね、電波弱いのかなあ、でも確かに電波、あの、この Wi-Fi のマークが2個しかない。へえ。まあ、じゃあちょっとささとお話ししますと、あの、こう、こうなってて、で私ここで、もらって、で、その時に、早くもらったじゃないですか、隣の人よりちょっとね。ちょっと隣の人より早くもや、もらったのに、 抜かかれたりとかそういうのが一番つらいなのでリレー前ですねえ話が分からないえどうしようどうしよう伝えたいこの思い,い話分からないかなあ翔くんハートありがとうございますねえバトしますよね めっちゃバグってるちょっとまちょっと待っててくださいね一旦直してこようかな直らないかなもう一回最初から言いますとリレーあのクラス対抗リレーって緊張しますよねっていう話なんですけれどもそう運動会のリレーの話ですはい体育祭のリレーの話です で、クラス対抗だと全員強制的なので私は走るのが苦手なので嫌ですよっていう話をしているんですけれどもでどういう時が嫌かと言いますとあのバトンをもらう時に本当ギリギリ相手とギリギリの時にこんな感じの接戦でもらうのが一番嫌っていう話をしておりましてで 細かく言えば私の方が先にちょっとね接戦でもらっててでも私は先にもらったのに接戦の相手からうん相手に抜かれちゃうっていうのが悲しいよって話です <laughs> 伝わったかなどうですかそうそうあの 緊張しちゃいますあとバトンミスとかそうバトンミスとかは本当に嫌ですよね <laughs> バトンミスって何なんだろうなあのあれじゃないですかここまでここ何だったっけあそこあれだってあのバトンを渡すテイクオーバーゾーンだったっけ そのここのゾーンでしか渡せませんよっていうゾーンがあるじゃないですかそうそこの間にそこの間で渡さないといけないけどもし私が渡す相手がめっちゃ早い人だったら追いつけなくてうわーってなっちゃったりしそうじゃないですかそうそれも嫌ですよねバトンミスで失格とかわあそれが一番嫌かも 別に抜かれるのはもういいや。いいです。抜かれるのはいいです。<laughs> どっちだよって感じだと思うんですけど、抜かれるのはまだマシかな。でもバトン落としたり、バトンそういうなんかテイクオーバーゾーン出ちゃって失格とか、そっちの方がつらいよね。失格やばいね。嫌だな失格。でも今んとこそういう失態はない気がしますね。バトンミスとか。うん。今んとこ結構、そういうのはないです。 はい、私はね長距離と短距離だったらどっちも苦手なんですよでもうん短距離いやでも短距離も遅いんだよなでも長距離もそこまで得意じゃないしなうんそうですねうんどっちもえめっちゃどっちもどっちって感じですね なんか最近体育体体体体育体体育体育,体育でそのあのあ体力づくりっていって10分間走をしているんですよ体育館でね。そうそれを結構ね私早い方でそう友達をピューンって抜いてったりはするんですよ。だから結構長距離得意なのかなーって最近思い始めてるんですけどでも。 あのマラソン大会とか昔小学校の頃とかあったんですけどそういうのはめっちゃ遅くてだからね微妙ですね長距離ビラーボールが来たありがとうございますジュンさんありがとうございます <laughs> サベちゃんさんもハートありがとうございますそう持久力がついてるのかなうん うんでも持久力は多分ある方でも速くは走れない長いこと走ってはいられるんだけど自分のペースなら全然いけますでも速くはないって感じでも 50m とか 100m は本当にね遅い方だと思います、ね、遅い多分きっとうん遅いうん 何秒だったかな8秒7とか8とかうん遅いんですよだから短距離長距離なのかなでも長距離苦手だしなぁとは思うしうん全距離苦手ですねそう はい <laughs> だから運動運動がそもそも得意じゃないんですよそううんはい飲み物,飲み物この飲み物かこれはお茶だよお茶見えるかなあこぼれそうあこぼれそうだから見せないけどお茶ですお茶そう うん、あ、でもだそろそろね、多分ダンスの授業が来るんですよ。ね。嬉しい。やっとなんか、得意ではないけど、やっと私のなんかできる分野が来たと思ってます。はい。嬉しい。そう、やっとね、ダンスの時期が来ましたよ。前までは体,体力テストの時期でした。最悪。もう体力テスト、本当に嫌い。体力テストね。 本当にひどかった今回いつもはねちょっとこれ言う,言うと恥ずかしいんですけど言いますねあの <laughs> 体力テストいつもはねまあ B とかなんですよ判定がうんまあまま,まずまずとで今回ね高校でもやったんですけれども体力テスト評価 恥ずかしいですよ恥ずかしいとカこれね、あの、私は納得いってません、ね、まず一つ言わせてほしいんですけれども、あの、私ですよ腹筋がめっちゃ得意で、多分ですけど、腹筋結構得意なんですよ。まあまあまあ、家でも腹筋してますし、だから得意っていうのもあるのかもしれませんが、あの、腹筋が多分、 いい感じの8とか9とかだったんです点数がね。結構いい方じゃないですか。で、だから腹筋がめっちゃ良かったので、絶対今回評価めっちゃいいって勝手になんか思っちゃってて。そう。でも <laughs>、恥ずかしいもう !C ですよ。今まで B。B でもなんかちょっとなんかまあ、B だよ。B かよって、え、A 取れとか,なんか友達とか言ってたんですけど、もう言えない、今回。C! 笑えないよねって話ですよびっくりびっくりむしー逆むしー悲しいはいそうだから悲しいでしたうんで何が悪かったんだろうって私今回やっ点数見てたら一番上ですよ握力笑うんだ握力そんな悪かったっけと思って点数見たら2点 2点 !?2 点ってちょっとちょっとちょっとって今まで2点なんだけえー、と思ってそうでも私本当に握力がなくって笑えるぐらいなくってなんか結構腕の力がないのか分からないけど握力なんだったっけなでもそこまで悪くなかったと思うんですよね14と12ぐらい 1412? 1214まあどっちか分かんないんですけどそんな感じだったんですよブラってやっていや、もっと言ってたか1010 10いやでもそんぐらいか14とかそう <laughs> そうでもなんか友達にね声を出して「うわー!」ってやればいいよって言われたので,で私が。 みんないる中で私、うわーって言ったのに、14でなんかちょっと、なんか、恥ずかしいなと。恥ずかしいでしたよ、ほんとにさすがに。そう、みんな、みんな見たの、私の方。えー、え、あの子叫んでるでって。私も、うわーって <laughs>。女捨てましたね。はい。一旦、一旦女捨てました。そう。でも、ね。 マイク持持ててまますすよよ普通にいいろいろ持てるんだけどなんか力をこうやってガッて集中させてって言われるとなんか「ハニョン」ってなっちゃうのでそうねちょっとねつけたいですねだから絶対だからそれのせいなんですよ握力のせい握力に似てんだから握力がもうちょっとあれば絶対 B には行ってたんですよ。 絶対これ握力のせいですね。はい。あと何が悪かったっけなぁ。いや、あと別によかったと思うんだけど。あっ、あれだボール投げここのここ、ほらーってやるやつ。あれがね、あれ三とかだったかな。ダメすぎやんなんかね、かなんか腕切りがダメなのかもしれない。ほら。 ハンドボール投げがなんかうそうなかなかいかなくて多分点数3とかでしたねなちょっと重いソフトボールって感じそなんか「それは」みたいなうん腕がダメなのかな そう 8m ぐらいだった気がするみんな 10m 超えてたのに1人だけ 8m ポン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 ねえさすがに恥ずかしいよね <laughs> 腕立てしないとかそうですよね確かに昨日腕立てしたらなんか「いーチバーンってなっちゃったので <laughs> ちょっと腕立てもちょっとこれからしようかな最近腹筋中心に頑張ってたんですけど 腕立てもしなきゃですね。腕、あどうですか。この服ちょっと筋肉あるように見える。はい。そう腕なんかガクーンってなっちゃうんですよね。岩ワさんハートありがとうございます。そう。 昔ともね昔はできてたんですよ昔結構腕立て得意でもう,うギリギリまでこう下がってウェイってやってたのに最近になってからまた腕立て伏せができなくなっちゃってそう頑張りますはいって感じですそうあそうだ聞いてください皆さんあの私あのねあのね皆さんにはちょっと申し訳ないですけれども 月マックの月見パイを食べちゃいましたもう多分もう発売してからすぐねあの食べたんですけどこれには理由がありましてあのー、私そのこうやって学校帰りにうわめっちゃ今日お腹すいたなあ思ってで、まあ、聞いたこと見てたら なんとマックの月見が始まっとるだってもうそっからね、マックの月見のことしか考えられなくなって、月見に会いたい月見ちゃんに会いたい <laughs> ってなっちゃって、で、お母さんにずっと、ちょっと月見食べたいってずっと言ってて、でもお母さんが、いやかんって、それはもう土曜日って決まってるんやって言われて、その日がね、多分、なん、なんが何日だっけ何曜日だっけ忘れちゃったんですけど、 まあ結構まだまだだだったんですよ土曜日まででも無理我慢できないってずっと言ってたら <laughs> あのえ「じゃあ今日食べよっか」って言ってくれてお母さんがで「わ」ってなって「イエーイ!」ってずっと喜んでましてそうお母さん「優しい」で私は「嬉しい」って感じだったんですけれども <laughs> ありがとうございます。そうだからね本当 そうだからもう多分発売した日だったかなその日からもう食べたんですけどもうねたまらないよねもう待ってた甲斐があったよといらっしゃいと月見ちゃんいらっしゃって待ってたよってで今回私が食べたのです食べたのはですね月見チーズバーガーだったかなチーズ入り普通の月見じゃなくて月見チーズバーガーを食べました いやーこれもねほんとに目玉焼きっていうのは卵が入っててベーコンが入っててもうね今まで食べたバーガーの中で一番を争うぐらいはいそう美味しかったですでも私はチキチキも好きなのでうんあとエビカツフィリオエビカツバーガーだっけそれも好きなので <laughs> 一番ではないんですけどもでも一番になりそうなほど美味しかったですでも聞いてください私の本命は月見バーガーじゃないんですよ <laughs> じゃあなんだと日向ちゃん本命は誰ということでピンポン日向の本命月見はドくん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 月見パイだ ピーボピーポビ,ビーボーンということで、私はですね、本命は月見パイでございまして。まあ待ってたよと。本命月見パイちゃん。まあこちらはですね、初めて食べたわけじゃないんです、今回。去年も月見パイちゃんとね、お会いしていたんですけれども。まあしばらく会っていなかったということで。まあちょっと、ね。どんな味だったかも忘れていて。 でもずっと会いたいと思ってましたありがとうありがとうございますありがとうはいありがとうみんなありがとうありがとうそうだからあのずっと待ってたよとでもう月見パーガーもパク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 と食べきりもう全部パクパクパクって食べきりついに月見 <laughs> パイを食べることに成功いただきます パークもうねびっっくりしちゃったもうさ待ってたよって期待を想像をはるかに超える美味しさでしたもう私はね今まで食べたな <laughs> 何今,今まで食べたな今まで食べたパイの中であのー、三角チョコパイとかあるじゃないですかマックのね三角チョコパイとかいろいろ出てたじゃないですか今までで,今まででも今までで 一番ダントツで美味しかったああこれはすごいことやああびっくりしてまたうんこれね私はですねまあ個人的になんですけどもお餅が大好きとで和菓子も大好きと、まあ、あんことかお餅とかも大好物それがあのサクサクのパイに入ってるさすがにねスタンディングを オーベーションでしたっけもうこれでしたねさすがにもう美味しすぎてやばかったですねちょっともうねもうありがとうありがとうよかったよかったありがとうありがとうって感じの気持ちでしたやっぱり秋って本当に最高だなと思いましたね改めて月見とか サツマイモとか今やってるじゃないですかあれも食べたいのミスタードーナッツのサツマイモードも食べたいの私の誕生日もあるじゃないですか秋って本当に最高だなと思っててさすが私の大好きな季節だなって思いました <laughs> なのでまだまだそう月見パイは食べれたんですけれども月見パイ以外にもね食べたいものがたくさんありますコンビニスイーツも食べたいなと思ってますし だからね、そうちょっと制覇しようと思います。秋スイーツを本当に食べたい。お腹すいたな。うん、ね、ファミマはやってるの？絶対食べようっと食べます。<laughs> ね、本当にいいよね。飽きていいな。飽きていい。 1> 月1杯もうまだまだ食べれそうちょっとまた食べたいな食べたい次はちょっと1個じゃ足りないので2個3個と買おうと思いますはいでも結局今日もねなんかわらび餅が売ってたのでわらび餅も食べちゃったのでダメだよね <laughs> ダメだよねそう,うーんわらび餅私お餅が好きなんですよお正月とかも私の 時間と言いますかもう私の時が来たかとついに私の出番が来たかとはいそうだからお餅好きなんですはいって感じですみたらし団子も大好き大好きみたらし団子も大好きだし三色団子も大好きだし あと何があるかなもう何でも大好きほんとに甘党ですね確かに甘党てか今日なんかおんま湯じゃないえ <laughs> なんか前よりおんま湯になってない今日なんでなんでなんか気になっちゃったどうだんだなな,な,なんだ <laughs> どう あちょっと変わったかな武蔵さんいいねあ笹のあれじゃないなんだっけ笹の葉あこれ違う七夕だかあなんだっけこれこれ何？にすすぎすすぎすすぎ言いにくすすきすすきだやっとわかったすすきだすすきや別にすすきじゃないんだから って感じです,ね、すすきすすき <laughs> すすきす,すすすす,すすき <laughs> すすきとか言ってたら充電が20%になっちゃいました20%になっちゃったじゃんすすきって言ってたから <laughs> はいすすき <laughs> すすきのせいですよ今のははい <laughs> そうあとはねそうあとそう今学校がまた始まって2学期に突入したので席替えがあったんですよそう席替えがあったんですけれども結構いい席だったぜ一番後ろから2番目の席まあまあいい席 意外とね、一番後ろもいいんですけど、一番後ろって結構、あの提出物を後ろからこうやって集めてこういって言われた時に、あれなんですよ。大変じゃないですか。だから前から、じゃあ後ろから2番目って地味にいい席。そう。だから、なんかちょっと嬉し、嬉しかったです。っていう、<laughs> はい、<laughs> 嬉しかったです。<laughs> はい。あと友達、そう、友達がね、また横で、そう、なんかちょっと、 って運命とか2人で言っててもうみんなに言われましたね「そこ仕組んでんちゃう」って「また隣やんけ」って言われて「ねえ」仕組んでないよね」って言ってましたガチで仕組んでなくて偶然なりました本当に運命かなって思ってますはいそう嬉しい席替えそう隣も隣隣女の子嬉しい しかも仲いい子ばっかりでなんか「えー、っ?」とて当に運命感じちゃいましたねうんでも新しい子でも全然嬉しいなんか仲良くなりたいなと思いますしでも意外とみんなと喋ったかももうクラスのみんなとはうんはいそうだからたくさんみんなともっと仲を深めようと思いますはい <laughs> でも私ね授業中静かだと思いますようん静かですみんな静か結構うんそうですね授業中は静かでも休み時間はちょっとうるさいかなって感じうん授業中はさすがに静かですようんそうでもねもう全然なんか 入学式の時にめっちゃ言われてたじゃないですか入学っていうかまあ当初に先輩が来たとかそうあったじゃないですかでも最近そんなもんも全然なく結構平和に暮らしておりますよ坂上冬香そううしい平和って感じみんなと仲よく過ごしておりますそうそう平和うん何もなく ゆるーりと過ごしてます楽しい本当に学校そうそうなんかでもねあーでもあー若干ちょっとなんか言われたりはしますがでもなんかそこまでそこまで感じない別にうんね平和が一番ですはい 体育館裏で告白とかされないのされませんよさすがにいや本当に私はモテません全然あとなんかマドンナみたいなそんな存在でもなくなんかもう逆ですね逆うんか普通の人です学校ではもう全然そんな感じではないですうんモテない全然モテない <laughs> ちょっとさなんか「あの子可愛くね」とかなればいいんだけど なならないのちょっともう <laughs> ここにいるよってって感じなんです逆にねうん全然モテませんだから皆さん安心してくださいそうえ <laughs> かすりもしねい本当にね安心して、ね、本当になんかびっくりするぐらい全然ないですね女の子 逆かなそう女の子からなんか「そう可愛い,いですね」みたいなことは言ってもらえる「インスタ見てます」とか「そうあ,ありがとう」ってなりますね「可愛い,いみんな」そう,そうなんかあれそうだねおん確かに女の子の方が多いかもなんか。 「ああ」みたいな「ありがとう」って言って「はい」って <laughs>「はい」みたいな「あはい」って言ってあと仲良くなりたいとかそうであ「ありがとう」って全然なりましょうとか言ってうんそうですねそんな感じそう確かに女の子に思ってるの嬉しいめっちゃうん ね確かに時代だねインスタ見てますって確かにそうだよねうん見てますショールームはね仲いい友達は全然来るんですけどショールームまではまだみんな来てないかな他のクラスの子とかはそうショールームはちょっと恥ずかしいので見ないでくださいって感じですねはい <laughs> 謝るんですか全然ファンの方は嬉しいですもう年齢あの 性別関係なくはいありがとうございます <laughs>、うん、インスタとのギャップすごい、まあ、確かにインスタはね結構まあなんか「インスタグラマーですよ」みたいな感じの <laughs> 投稿ばっかりしてるので確かにちょっと雰囲気が違うかもしれませんねうんあ月見のマックフルーリーまだマックフルーリーを食べてない食べたいはい 同級生と遊ぶこと全然ありますけど最近はねもう結構個人的に忙しくってなかなか遊べなかったんですけどまあ近々また遊べるかなとか思ってますあでも親友とやっとお泊りできて嬉しいそうずっとねなんかお泊りしたいねってもう小学校ぐらいからずっと言ってるのに中学校入っても全然できなくてで高校 同じなんですよ高校もだからずっと一緒なんですけど保育園からずっと一緒そうでやっと高校で急にしかもね決まった理由がなんか今日暇みたいな感じになってあー全然暇だよーみたいな感じになってでなんかたこ焼きパーティーをしようってなってであーたこ焼きパーティーいいねーって言って「で今日泊まりできるかな?」とか,なんか軽く言ったら「あーできるよみたいなえ」みたいな「えみたいな。 初めてのお泊まりこんなす、すんなり行くのみたいなであ。じゃあ、じゃあ、ま、止まりますわ。って言って。うん、おいでー。みたいな。うん今までの苦労は何やったん、うん、もうめちゃすんなり決まるやん。って感じだったんですけど。そう、だからやっとね、やっと、そう、お泊まりができました。友達と。てか親友と。もう本当にもうずっと仲いいですね。保育園からずっとずっと仲いいんですけど。そう。ね。 本当に軽いだから私たちは本当に軽いですねな暇ってなってじゃあ遊ぶみたいないいよみたいなそうすぐその時に決まるって感じそうねだからもうほん長い付き合いですね12年あ一瞬止まった1213年ぐらいの仲ですうん仲いい同じ高校うん 高校も一緒なのでいやー長い付き合いですよ本当にでお泊まりしてそうめっちゃ楽しかったなんかお泊まりってあんま知ったことなくって多分私小学校中学校なくてお泊まり友達の家みんなとかね他の子とかはお泊まりしたよねーとかそういうのめっちゃあったのに私だけずっとなくってあ止泊まってる ああ止ままってますかあ動いたそうだから夜更かしえでもねなんか結構でもね一回なんか親友じゃない人とも親友じゃない人っていうかあの高校の友達ともねそう結構早めにお泊まりをしたんですけどその時はめっちゃ起きてたのその時はね夜の3時とか 多分そんぐらいもう本当にねもう木失うぐらいには起きてたんですけどそう親友じゃない人だよ仲いいよ仲いいけどその親友とは別の友達ねうん <laughs> 難しいなそうでも本当にねもうフラフラでバターンみたいな感じで寝たんですけどもでも親友と寝てお泊まりした時はなんかもう安心しちゃって普通にスヤッて寝てまして。 逆に親友はずっと起きてたっぽくて、隣で、なんかスマホの光が見えてたんですけど、私はもう、すやーって寝てましたね。うん。そう。3時まで何してたんだろうその。その時はね、多分、そうだ、あの、ネットフリックスで怖いやつ見てたんです、事故物件だったかな。それとかを見てて、なんか怖ーって思って。 でそこからみんなでワイ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 話しててでそれで30になっちゃったみたいな感じでも親友の場合はですねお互いおやすみーって言ってそうやって <laughs> 意外とねそう親友の方があっさりしてるというかお互い自分のことしてたりとかそうね本当に気を使わないいい意味でねそうって感じそうでもたくさんなんか ね、いつも一緒にいると話す内容がねなくなるかなーとか思ってたんですけどお泊まりの時めっちゃ話してなん,かなんか嬉しかったですねそういろいろ話してくれて私も「ふん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 」って言ってそう楽しかったまたお泊まりできるといいなと思いますはい確かにもう夫婦みたい夫婦なのかな <laughs> そほんとに家族みたいな感じですねうんほんとに仲良しですねそういつも登下校も一緒だしうんファミリーです家族楽しいねはい皆さんはどうですかちょっとこれ食べていいですか美味しそうあでもうぐちゃぐちゃになっちゃってる 皆さんは親友さんはいらっしゃいますかもしいらっしゃらない多分いら,いらっしゃると思いますがいらっしゃらないっていう方は私が親友ですし私も皆さんが親友なので安心してくださいえいともさんなので安心してねいつでも私に悩み事でも何でも言ってくださいねいただきます うんフフッ皆さんの友達ですからね友達親友 なので何でも話してください、うん、と何でも意外とね意外とっていうかもう結構見てるんですよ私自分で言うのもなんですけど DM もちゃんと見てますし Twitter のもうエゴサしちゃんとしてますし755も見てますしあ、うん、とそんなもんかそうなので何でも話してください何かあれば。 あともうぜひショールームでも全然何でも言ってください。あとお話し会でも全然何でも言ってください。お話し会が一番嬉しいね。ちゃんとお,お話、お顔を見てお話しできるので、一番嬉しいよね、お話し会。だから、初めましての方とか、なんか話したいことあるよって方とか、ぜひお時間あると来てくれたらなと思います。<laughs> そう1対1だから何でも話せると思いますうんうんどうぞ真面目な話もどうでもいい話でも何でもお聞きしますよ 漫画読んだ読んだ漫画読んだめっちゃよかった最近ね青の箱っていう漫画にハマっちゃってでなんか結構ねさ多分最近の漫画なのかなわかんないけどそうで の青の箱読んでてえめっちゃ面白いと思ってでそしたらねあの <laughs> 親友があの私言ってないんです青の箱にはまってるなんてで言ってなかったのに親友が急に「私最近青の箱っていう漫画はまってるんだよね」って言ってきてもうめっちゃびっくりして「えもっかい言って」って言って「青の箱」って言われて「ちょっともっかい言って」って。 で「青の箱やて」って言われて「私もハマってるんですけど」って言って「へっ,っ,っ,って二人で <laughs> っ「っ」喜んでましたねそう「ふわっわっ」わっってなってましたしかも外でそうなったので「へっ,えっ,ってわっ」て「わわっ」ってなってましたもうよくあるの私ねあのめっちゃ趣味が合うんですよ親友と。 で親友も漫画大好きでそうあと私と好きなもの好みとかもめっちゃ似てるんですよ食べ物とかそうだからね本当にめっちゃ似ててだから超同じことを考えてたりとか同じ漫画が好きになってたりとかそうマジで怖いすごい本当にびっくりしてるだからうんそう あとねなんかねアニメ私あんま見ないって言ったじゃないですかでもなんか親友が本当に面白いアニメがあるから一旦ちょっと見てみてって言われてそこまで言うならって言ってなんか「リコリス・リコイル」っていうそのアニメをあのおすすめされてちょっと見たんですけど面白いってありゃしないよねかわいいかわいかったわえかわいいってなりましたね そうなんかなんかねバンバーンみたいなやつですうん <laughs> そうなんかババーンバーン,ンみたいなやつ最新なのえそうなんですかそう可愛い,いんですよ登場人物がうんうん <laughs> 見てみてほしい可愛い,いよ。 はい。ね青の箱え青の箱の話してます。先輩より新体操の同級生派です。なるほどなー。可愛い,いよね。うん可愛い,い。切ないでもね。そう先輩。そう。で私は先輩が好き。<laughs> 先輩みたいな女子になりたいので、そろそろ私も先輩みたいな髪型になろうかななんて思ってます。はい。もうめ,めっちゃ好き。あの先輩みたいな <laughs> 好き。 なりりますねはい取り残されるちょっと皆さんちょ,っとちょっとでも見てみてください青の箱試し読みとかでもそうなんかねどんな話かと言いますとその先輩がいてあの女子の先輩なんですけれどもそうあのー、ねバスケ先輩はバスケの 先輩でめっちゃうまいんですよバスケがね。そうで主人公は男の子なんですけどなんか朝早く練習してるのを見てああ偉いなーみたいになるんですよ。で,でそしたらなんかその先輩はインターハイだったかななんかそれをなんか目指してるみたいな。でなんか頑張ってくださいみたいな主人公が言っててでもなんか親がそう先輩あそうだそうだ。そののの主人公のお母さんと先輩の 親御さんがなんかお友達やったかな知り合いかなんかで、ね、そう先輩のことをお母さんもしてたのそしたらんかお母さんがあそういえばちなっちゃん転校っていうかその海外に行っちゃうらしいよみたいなそう親の都合で海外に行っちゃうみたいですよみたいなことを聞いて主人公がえみたいな先輩はインターハイに行くはずなのにみたいなそう だから頑張ってみたいな感じに。頑張ってじゃない。待ってみたいなでバーって体育館に行って、でそしたら先輩がいて、で、その主人公が、なんか、海外行かないでくださいみたいなことで言ったら、結局、その先輩は行かず、あ、親だけ行くよみたいな。そう。あの <laughs>、親だけ行くことになった私は残るよみたいな。で、わーみたいな、よかったみたいな。先輩、頑張ってくださいみたいな,なって、 じゃあよかったと思って家帰ったら先輩は家に行ってみたいな。で、これからちょっと預かることになったよみたいな。先輩を。えー、みたいな。で、同じ家に暮らすことになるみたいな話なんだけど、そう。でもめちゃめちゃ面白いんですよ。もう本当にね。やばいよね。やばい。そう。で、そっからまあいろいろ同級生。 の新体操の子さっき言ってた子とかいやー面白いちょっとこれは言い過ぎるとあれなので皆さんぜひ読んでくださいうん、うん、10月に新刊ゲットしよう <laughs> ゲットしちゃいますねえブルーピリオドねえ私も読みたいのそれも読みたい最近全然読めてないブルーピリオド読みたいようん プルービデオと読みたいし友達ゲームも今中途半端なところだし読みたい読みたい漫画がたくさんありますよキュンキュンしながら読んでたね確かにキュンキュンもだけどなんかいやめっちゃいい話やなとかんか思ってましたねそうねえ 今悩んでます。どうしたら良いでしょうかって来てる。悩んでる？どうしたの？どうしたんですか？ミカさん、ハートありがとうございます。ね星多おめ。分 <laughs> かんない星で。どうしたの？<laughs> どうしました？星そう星で全然ね分かんなかったんだけど、悩んでるのは伝わりました。 どううしたんだろうねやっぱり悩みってありますよね私はね最近の悩みはうーん髪のあそうだ昨日言ったんですけどメールでね髪の毛が最近めっちゃ絡まるんですよもう分かるかなちょっと待ってねほらもうこっから通らないんですよ、ね、それめっちゃ悩んでてもう本当にやでやでそうだからね もうそろそろこれの解決方法を知りたいと思っててまあ解決する方法はもうあれしかないなってちょっと個人的に思ってるのでそろそろ解決しようと思いますはいそう私クセッなんですよ結構そうもともとクセッでうんうんあでも今日は若干毎い 手から結んだので、ちょっとくるんくるんなんですけど。そう、もともとクセっ毛だからね。うん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 。はい。そう。<laughs> 悩む髪の毛がないのが悩みかな。悩まないで。<laughs> いいこともあるじゃないですか。絡まないとかね。そうそう、悩まないで、そんな。 そ人それぞれですからね悩みはねうんでも気にしないでそんなうんうん, <laughs> う,んうんコメント気づいてますか気づいてますよピースしてほしいって言ってたよねピース ねはいそんな感じでじゃあそろそろ1時間経つということでそろそろ終わろうかなと思いますじゃあ最後に告知だけしておこうかなじゃあまず来週来週は来週の土曜日ははい放課後ライブ放送日でございます来週ぜひね放課後ライブ聴いてほしいなと放課後ライブは何ぞやって話だと思うんですがあの福井県で私がやっている 純レギュラーで出させていただいているラジオがあるんですけれども月1ではい、出てますで、それが来週の土曜日20時からかななのでぜひ皆さんお時間ある方を聞いてほしいなと思いますあとメールも待ってるのでたくさんメール送ってください <laughs> はいそんな感じかなで、2つ目2つ目は今日私ツイッターで告知したんですけれども武道館の立派チケットかなが現在発売中でございます ぜひね、あの、10月7日、私の誕生日と、10月8日、10月9日、はい、3日間ありますので、ぜひね、皆さん会いに来てくれると嬉しいなと思います。はい、私の誕生日はあるんだよ。<laughs> だから、おすすめの日は、そうかも、10月7日かも。10月7日、一番おすすめです。なので、そう、3日間来てくれると嬉しいなって思いますが、じゃあ、1日だけでも行きたいなって方は、ぜひね、私の、 誕生日の10月7日に来てくれたら嬉しいですごめんなさい充電が10%でしたやばい充電10% <laughs> はいちょっとまたね来てくださる方はぜひ私の内輪とペンライトを持ってきてください見つけようと思います <laughs> 待ってますよ皆さん武道館はい楽しみ なのでそちらもよろししくお願いしますあとはあお話し会オンラインお話し会も今回はね結構予定でコスプレする日とか生誕んてぃ着るよっていう日とかいろいろイベントごとクリスマスとか盛りだくさんなのでぜひ来てほしいなと思いますたくさんお話できたらいいなって思うのでちょこっとでも話したいよって方は オンンライン話会来てくれると嬉しいです待ってますはいじゃあラストそうだ今夜 AKB48 が何だったかなラフミュージックだったかなに出演します18時半からそうなのでぜひ皆さんそちらもそうラフミュージックぜひ皆さん見ましょう 私も見ようっと。はい。ではでは。そんな感じで告知は以上になります。では。ちょっと待ってね。ランキングを読みたいんだけど、縦画面どこだっけランキング。あった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 ランキング読みまーす。では、いきます。13位、岩瀬さん、ありがとうございます。また見てください 12位。マサヨシさん、アットマーク、レミヒュー。ありがとうございます。また見てください。11位。ピオタマさん、ありがとうございます。また見てください。10位、ミカさん。今から月見バーガーと月見パイ食べます。<laughs> いいねー。食べて、感想しててね。また見てください。9位、大いさん、アットマーク、腹筋、腕立て、ハイヒューカー。いや、いいですね。これからそれにしようかな。ちょっと、迷ってます。ありがとうございます。 ちょっと今日も腹筋と腕立っても頑張ろう。ありがとう。また見てください。8位翔くんアットマーク。ひゆいいかわんおしい。あ、そういうことか。あ違ちがうか。ん <laughs> ありがとうございます。でも、なんとなく伝わった。おしいね。おしい。ありがとう。また見てください。<laughs> 7位サブちゃんファン「アットマーク希望愛し合わせ」そしてヒウかありがとうございますまた見てね6位ワイプさんありがとうございますまた見てください5位 GS さん「アットマーク4コマ写真かわいいそうインスタ4コマ写真みたいなのあげましたありがとう見てくれて嬉しい皆さん見てない方は見てねありがとうまた見てください4位チョコミントさん「アットマーク」 ひゆかちゃんも万の心のビタミン C、ありがとうございます。みんな C 使ってくれてる。ありがとう。ビタミン C なら嬉しいです。ありがとう。あ、嬉しいです。また見てください。三、よしよしさんありがとうございます。また見てください。二、さとしさんありがとうございます。また見てください。<laughs> そして一位は。 武蔵さんアットマーク10月30日初お話し会よろしいあまた止まっちゃったよろしいありがとうございますよろしくお願いします10月30日楽しみにしてますまた見てくださいさあラッキーカニカに行きましょうか22位じさんアットマーククラノーファミリーさんありがとうございますまた見てくださいさあもう一人の方行きましょうか おっ43位すぎりんさんありがとうございますまた見てくださいはいということであのー、ちょちょっと充電がやばいのでさ,さっさとスクショタイムいこうと思いますでははい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  ははは、C <laughs>、C、C、C、よし、ありがとうございました。今日七号午来る。あ、昨日インスタ行ったから七号午行こうかな。 今日755行こうと思うので、皆さんコメントたくさん貯めおいてください。<laughs> では。以上になります。今日は皆さんありがとうございました。また配信するね。ごめんね。今日電波悪くてごめんなさい。でもありがとう。最後まで見てくれて、また明日も頑張ろう。おやすみ。<laughs> 早いかな。じゃあね。ありがとう。